牛族は、牛や役などが属する哺乳孔、玉ひずめ類の一族である。本族は、サブジーナス BOS、サブジーナスバイバス、サブジーナスノービボス、サブジーナスポエファグスの四亜族に分けられる。ただしこの分割には分類学上の議論がある。五種が現存している。ただし家畜化した種を別種として扱えば七種となり、また本族と非常に禁煙なバイソン族ジーナス。 バイソンを含めて考えることもあり、そうすれば九種となる。現代の牛は絶滅したオーロックスに由来すると考えられている。学名はラテン語ボスで牛の胃である。多くの種は草食動物であり、餌の植物をひねり取るための長い舌とそれを噛みつぶし摂取するための大きな葉を持つ。また、半数動物であり、植物を消化するための四つの胃を持つ。現在、 13億頭の牛が飼育され、世界最多の哺乳類の一つである。本属の動物は、アフリカ、アジア、東西ヨーロッパ、一部では北アメリカ、南アメリカ、そしてオセアニアまで広く確認されている。生息環境は、それぞれの種によって、草原、タウリン、湿地、サバンナ、そして温帯の森林と広くわたっている。 多くの牛族の種は野生での寿命は18年から25年であり、飼育下では36年という記録がある。解体期間は9から11ヶ月で、春に1個、または種によって稀に2個を出産する。多くの種は10頭から数百頭の群れで移動する。群れの多くは1頭のオスと、 残りすべてのメスで構成される。優位にあることは群れの中で最も重要である。子牛はいつも階層構造の中の母親の階級を受け継ぐ。一般に中高生で日中の暖かい時間帯は休憩し朝と夕方に活動する。人が群れの縄張りに侵入した地域では夜行性に変わる。中には水や餌を求めて渡りを行う種もいる。 現代の牛族の種は単一の先祖オーロックスから進化したと考えられている。オーロックスは17世紀初期に最後のメスの一頭がポーランドで狩猟されるまで生存していた。2003年、動物命名報告最審議会が野生種と家畜種の両方を含む牛族の種の命名に関する長年の論争を解決した。アイクスンは イエチク種に基づく学名と、同時期もしくは選種された野生種に基づく17の学名の使用を保存した。牛とガイアルが別種と考えられた場合、それぞれ BOS トーラスと BOS フロンタリズと名付けられる。しかし、野生種と同種だと考えられた場合、基準となる種は BOS プリミジーニアスと BOS ゴラスとなる。ありがとうございます。